はいどうも、パソコンの編集はブルーライトメガネかサングラスをしている青池です。今日はちょっとツイッターの方で質問があったので、そのことについてちょっと答えて、その後にチャート分析の方をしていきたいと思います。 NEM のスナップショットについての質問があって、で今取引所に預けてて、でその取引所がスナップショットについてまだ発表もしてないっていうことで、シンボルウォレットに預けておいた方がいいのかっていう、まあ質問なんですけど、スナップショットはその NEM の運営がまだそのスナップショットの確定の日時を発表してないので、取引所もそれに従う流れになるので、で NEM 運営が発表するまでは取引所からはスナップショットの発表はできません。国内取引所だと財布も含めて、ほとんどの、メジャーな取引所はスナップショット対応してくれるようなので、あとは、NEM 運営の発表を待つだけですね。でオプトインについて、ちょっと前になるんですけど、まあ、質問があったことがあるので、ちょっと答えると、財布はね、事前オプトインを発表してないので、これは完全に私の個人的な考えなんですけど、おそらく事後オプトインをするんじゃないかなと考えてます。スナップショット時に NEM を保有していれば、スナップショット後にも事後でオプトインすればシンボルもらえるので、そんな感じで、それではチャート分析の方をしていきたいと思います。今日は IOST、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ネム、クアンタムの6通貨の方をチャート分析していきたいと思います。はい、まず IOST のチャートから見ていきたいと思います。4時間足のチャートを見てみると、 RSI が73、ローソク足を見ると、昨日一時的に2円まで、陰線出て下げたんですが、そこからは安値切り下げて、安値を切り上げて上昇のローソク足になってますね。日足高値が 2.5、 安値が 1.6 で、今16時頃の時点で昨日のインサイドの形ですね。安値はほぼ連日切り上がってるので、上昇の勢いは強いと思います。日足の RSI が75、 MACD 見るとこの強い上昇の前には連日売りが出ていたので、これが力ための時期になって、で今それが終わって 2.5 の今レンジが強いんですけど、で週足で見てみると、1月18日からのレンジ高値をブレイクしたので、週足で RSI84 なので、またこれを70台に戻してからレンジブレイクの可能性の方が高いと思ってます。変わらず IOST はガチョウでいいと思います。次ビットコイン、ビットコインは週足で見ると RSI が89、ローソク足は4週連続安値切り上げなので上昇は強いですね。日足 RSI が78、ローソク足を見ると2月9日の中のインサイドで方向に迷ってますね。RSI が78なので、ここでトライアングル形成からの安値切り上げの勢いが強いので、 RSI 落としてさらに高値を目指していくと思います。4時間足見ると RSI が60、この前言ったようにレンジ幅を見ると安値37,009ドル、高値48,880ドル、安値37,009を割ったら下落加速で、実際はその下髭の可能性もあるので、もう少し下のところで買いの損切り
とあと比較を考えてみるといいと思います。まだレンジ内なので上がるか下がるかといえば、まあこの週足レベルで安値切り上げているので、上昇すると見ています。次イーサリアム、イーサリアムを4時間足のチャートで見ると RSI が55、いい感じに価格を維持しながら RSI を落としてますね。ローソク足をこう見るとまた、力ためからの高値ブレイクしそうですね。日足 RSI が72、レンジ幅を確認すると安値1487、高値1838で、今はこの中での動きになりますね。でイーサリアムは安値1487を割るまでは、様子見でいいと思います。昨日のローソク足もレンジになるので、ここでまた昨日のローソク足を高値ブレイクするようならまた、20万に、チャレンジしていきますね。RSI も下げてるので1回目よりブレイクする可能性が高いと思います。で下げの可能性ははっきり言うと少ないと思ってます。こんなにいい感じに上昇する流れなので、まあ、急落の可能性の方が少ないと考えるのは普通ですね。次リップル、リップルの、チャートを見てみると、RSI が68、ローソク足を見ると上昇トレンドの上にいますね。16時頃の時点で昨日のインサイドの形で、リップルは安値も随分上がりましたね。40円、高値が54、このレンジ内での動きになります。4時間足で見ると昨日の陰線の十字線の中にインサイドの形で、安値もレンジ内で切り上げているので、ブレイクしそうですね。RSI が69、リップルは4時間足が意識されてますね。なので安値45を割れたら利確を考えるといいと思います。で高値が54、まだインサイドなんですが、もしかすると横横しながら RSI60 台にしてからゆっくり上げるか一気に高値ブレイクするかになると思います。なのでリップルも上目線でいいと思ってます。次ネム、ネムの日足のチャートを見てみると RSI が83、ローソク足は昨日のアウトサイドの上昇のローソク足になりますね。連日安値切り上げてなので上昇の勢いはかなり強いですね。少し RSI が高いので、この2月8日のローソク足の中で横横しながら RSI 落としてからの上昇になるかと思います。4時間足を見ると RSI が84、こう見るとネムも4時間足が意識されてますね。高値41、安値32、週足で見ると1月の頭からずっと安値を週足レベルで切り上げているので、ネムも上昇の勢いがかなり強いですね。なのでネムも上昇目線でいいと思ってます。 RSI80 なので少しやっぱり上がるにしても少し横横しながら高値ブレイクでしょうね。最後クアンタム、クアンタムを日足のチャートで見ると RSI が91、めちゃくちゃ高いですね。ローソク足を見るとすごい上昇ですね。で日足だとレンジ幅が広すぎなので、こういう時はどこの時間軸が意識されているかが、
大事なので、日足だと安値315、高値886、4時間足で見ると RSI 96、前のローソク足のインサイドですね。おそらくこのままトライアングル形成ですね。そこで思い切り下髭出してくれたら安値もできるので、直近の安値ですね。で、一度そこからトライアングル形成して上抜けか下抜けになりますね。クアンタムはね、 RSI が高いので、今はこの前の時間軸のローソク足のレンジ内で様子見がいいと思います。以上、青木でした。